三人に？尾形さん、自分出てない回何にも見てないよ。事前に考えてくる系サボりすぎ。わかる。いやいや、それアンケートだ。と、レギュラーメンバーに対する不満から始まった負けたらガチでレギュラー交代バトル。あガッツバトルはガッチャを探せガッツ名古屋バトル。よっしゃー、おっと、おーおーいいね、おいいね、おいおー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 こっち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 、猫なんか落ちた、なんか落ちたなんか落ちたこれにゃーのここはね、いかへんいかへん、力強くあ、いかないんだ、ノープランノープラン、つかみのつかみのスライディング、復帰してた、つかみのスライディングからのゴロニャーの、いや、ゴロニャーのからのからのまだあのからのあのゴールデンレトリバーのやつからの、うん、飛行機飛行機からのこれ長くなるやつ、飛行機からの、うん、身を進むからのおからのから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 のからのからなんなんだなんなんだなんなんだからのからからのもうからの頭がからということはからあのカカラ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 おもろなれへんあんな時間かけておもろなれへんやん、何やお前、失礼だお前、なんとですね、今から皆さんにマッチで出てもらいまして、ガッツ 100% テレビのヘビーウォッチャーであるガッチャー、ガッチャー、はい、こう呼んでおります、これをスタジオに連れてきていただきます。前回さ、まあちょっとトラウマになってるよ、確かに前回一っ子一人いなかったぞ、ガッチャーが一人もいなかったんです、ウェルネスさんですか、そうです、はい、まあそれはね、皆さん心配してると思ったんですけど、ご安心ください、前日の夜にツイッターで呼びかけております、うわお夜、はい、すごい協力ガッチャー大募集、ガッチャーの皆さん、明日、つまり今日ですね、16時から16時半の30分間、四谷三丁目駅付近に集まって、お助けガッツをお願いします、うわぁ、これはいる、これはいるぞ、これはいるよ、これはいる、ちなみにあのこの企画は以前番組ツイッターでガッチャーに、企画を募集した時に街で番組ファンを見つけるロケをしてほしいというリクエストがあったので、その感謝を込めて具現化させていただきました、うわぁ、よしよしよし、そしてガッツ名古屋バトルというわけでございましてね、ただ見つけてくるわけではなく、こちらのね、いつか勝った棒1万2000円、これはまた違う企画で使うから、お前さ何使うのじゃあ、何使うのそんな、これは危ないで、いや、この棒いつ使うのよお前、いや、村さんこの棒いつ使うの、分かったって何か言うのよなんだよ、え、もう絶対だね、朝やからなんかめちゃくちゃ口臭いないや、それはいいじゃないですか、これを無理から作ろうと思ってコーナー作ってますよ、そうですね、大丈夫だよ、カゴにするためにもう一本買いますよ、増えたんかい、買えないよ、これでカゴを作ろうと思ったんですけども、先ほどちょっと私、連絡が入りましてですね、お尻にヒットする145センチから220センチまでの紐がついた頑丈な商品がありました、おいいじゃないですか、150キロまで耐えれる商品でした、安心だそれ、そこにガッチャーファンの人を座らせて連れてくるという、ガッチャー
大きい大きい、いいじゃん。面白くて楽しい企画を考えてたんですけども、はい、この商品が、今日の午前に届く予定が届いていないです。発注しとけよ、もっと。なのでスタッフさんのミスじゃないのよ。ミスでしょ、ミスでしょ。もっと早く頼めたでしょ、もっと早く。いや、ちょっと棒増えただけやないか。それが無理になったのですいませんが、これに乗せていただきますね。これでそれぞれ連れてきていただきます。使いすぎでしょ、あれ。だ大丈夫。ガッチャはスフィンクスで乗らせる。あれ、あれ。ガッチャを探せ、ガッツかごやばどうしよう。どうやって持ってこれ。おっしゃー、おっしゃー。ガッツ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 、ちょっと声かけ、ガッツガッツガッツ 100% でガッツ 100% でここら辺だ。ガッツ 100% で見てる方、ガッツ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 来た。ガッツ見てくださいですか。見てます。うわー、ちょっとほな乗せて、あ、ちょっとこれ乗っかって、あのカメラの前ちょっと来てもらってもいいですか。おっしゃー、じゃあこれ乗ってください。ガッチャー、ガッチャー、え、ガッチャー、おい、ガッチャーいた。そう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 、やばいやばい。ガッチャー、待って、あ、この、座ってください、座ってください。ガッチャー、あ、座るでしょ、普通。せーの、こっちの方が座り心地いいっすよ、絶対。座り心地いいよ、いいよ。100% テレビ見てるよ。見てるよ。お姉さん、そこのお姉さん、ガッチ 100% テレビ見てませんか。見てるし、見てるし、見てるし、ガッチ 100% TV。ガッチ 100% TV。いらっしゃった。ガッチャーや。重っ。ガッチ 100% テレビ見てるよって方。お姉さん、あらあら、お姉さん、いたいたいた。いる？え、ガッチャーの皆さん、二人まとめてじゃあ乗って。乗っちゃってください。待って、ガッチャー、ガッチャー。ガッチャー、ガッチャー、三人で、ガッチャー、三人で、一回持ってみよう、倒れないよ。せーの、あ、いけるわ、いける。中山です。今のでもうね、ちょっと分かるというか、そう、中山さんだとおっしゃってくれたと思うんですよ。見てるってことじゃない。ガッツ見てくださってる可能性高いですけども、聞きたいと思います。ガッツ 100% テレビを見たことがありますか。あ、もちろん昨日も見てきました。うわ、すげえ。ちなみに一番印象に残ってるシーンありますか。一番やっぱり浅草花屋敷の会。うわ、僕が、うわ、そうや、あれ大事や。花屋敷のどこですか。尾形さんのこれです。うわ、抱き合った。おいよ。僕が休憩したらポテト食べてる。いや、あれ終わってるよ。最高なんで、もうガッチャー認定だ。今日どこから来たんですか。今日千葉の船橋。わざわざ船橋から。多いよ。いや割とガッツありますよ。いや、船橋から来ないです。え、何？ひょっとして。嘘だ。エレベーター上がるみたいですよ。嘘だ。えいっしょ。えいっしょ。ゲットが連れてきたのは。えいっしょ。女性。女性だ。女性やった。ガッチャガチャ。これは。本当？小柄な可愛らしい女性でした。さあ、ちょっと聞きたいんですけれども、あなたは。ガッツ 100% テレビを見たことがありますか。あります。一番印象に残ってるシーンはどこですか。なんか腕立て伏せ、ハンバーガー食べてた時。ハンバーガー、どんなハンバーガーですか。ちゃんとしたあれエピソードっていうか言ってもらわないと。そうそう、さっきは言ってくれたから。ちょっと今広いですね。ガッツかけるのやめなさい。どんなハンバーガーですか。なんかジャンボさんが出てた時。ジャンボ出てましたか。出てましたね。ジャンボ出た。ジャンボがいたの何してた。そう、ちゃんとな。詰めすぎや。でもジャンボが出てたし、ハンバーグも食べてたんですね。そうだと思います。わかりました。あれだ、ガッツは認定だよ。マジで。でもジャンボが出ててどんどん食べましたもん。確かに。どうもどうも。だからな。これのために来たんですか。そうです。ええ。どっち
て連れもめっちゃいるぞ。連れもめちゃくちゃいますよ。ガチャ、ガチャ、ガチャ来てください。おい、ガチャ、ガチャ、どうだ、ちょっとね、じゃあ一人ずつ聞いていきましょうか。じゃあお兄さんの方から印象に残ってる回は、この前ゆりやんさんの出てた回が、どんなやりました、ゆりやんさん。ありがとうございます。尾形さんがすごい、めちゃくちゃすごい、テンションがもう爆発的に面白かった。ガッチョだったわ。これはガッチョ、ガッチョ 100% 印象に残ってるシーンは、なんか和田まんじゅうさん、面白かったね。どつき合いだ、チャンバロの。これね、これや、うわー、めちゃめちゃやられた。うわ、嬉しい。めちゃめちゃやられた。印象に残ってるシーンは、私はあのこの間のニトリの、うん、あのナダルさんが太鼓バンって言われた。太鼓バンって言われた。ガチャです。すごい似てる。ガチャだ。印象に残ってるシーンありますか。今日友達です。あ、友達。あなたはガッチャじゃない。ガッチャだ。やってください。友達で来てくれてんねん。まだガッチャ 100% は見たことがないんですね。見てくださいね。腰ダンボールの中に。お弁当ドラフト。ガッチャ 100% 愛、ありがとうございます。皆さん、ガッチャ認定。これだけの人数来てくれましたけど、はい、尾崎さん一人で、今回の勝負は、レギュラーガッチャ。2勝2敗で迎えた台湾バトル、この後いよいよ最終決戦。ゲーゲー芸人らしくオーシャンビュー。最後のガッツバトルに参りましょう。ナメプロレス世界最強6人タッグマッチ。なんでそれって手入れたら、せめてなんか聞こえてくれよ。なんか聞こえない。さあ、今から3対3で鍋プロレスタッグマッチを開催いたします。鍋に自分のお尻が入れられたら3カウントを取ります。なるほど。で、3カウント以内で出てこれなければ脱落となります。なるほど。それで、先に絶滅したチームの負けとなっております。絶滅したな、いいかな。本当に書いてありますよ。いや、改善もだって。そしてですね、今回なんとスペシャルなレベリーに来ていただきました。この方です、どうぞ。うわー、すげー、本物。プロレスリングアイスリボンから来ました、レベリーミオです。よろしくお願いします。というわけでございます、いよいよ始めたいと思います。軍団長とか軍団員は関係ない。そこ全力で来い。だらしねえ真似しないでくださいよ。来た来た来た、ナビクロス世界一決定戦、よーい、よっしゃ、行け。なんとなくでプロレスすなよ、お前。鍋をちゃんとせんかよ。鍋や、邪魔はええねん。はい、お、鍋に手をやったのは刺身。刺身。おお、ちゃんと鍋プロレスや。ちゃんと鍋プロレスやってな。そう、しっかり。あら、置いた、置いた、置いた。なるほど、あそこにナダルのお尻を。写真負けんなよ。やーらー、勝負やな。写真負けんなよ。おっと、
え、そういうやり方か。なるほど。これはどういう計算や。持ち上げた。あ、危ない危ない。何より皆さんお気づきだと思うんですけど、はい、ナダル本来のやばい女性がいい。なしだろ。やめやめやめ。おい、お前とんだ白ぶりやな、お前。どうしたよ。さあ続いて、はい、ではレギュラーチームは誰がいくか。最後最後尾形、おい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 、さあチームチーム誰がいく。おら、何しても蹴られない。ダーン死んでるやろ、死んでるやろ、やばいやばいやばい。おお、プロレスっぽい。おっ、うーん、うーん、これ決まらない、決まらない。鍋あるぞ、鍋あるぞ、真ん中に鍋、センターあるよ、鍋真ん中あるよ、鍋あるよ。何これ痛そう。ずっと気付けられた。よろしくお願いします。尾形、言っておく、俺はイボジだ。
こそ正義サンキュー。さあ続いて出るのはやはりこちらはよっしゃー。そしてやばいやばいちょっと待って、やり直させてください。瞬殺。いや坂井選手、あ、大丈夫、まだいけるお前やれ、大丈夫だ、膝大丈夫だろ、肩肘見てこの顔、逃げんなお前、タッチタッチタッチ、大丈夫だよ、もう本当に嫌だよ、タッチしないよ、いいじゃん、カット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 、いけたんだ、ほんとじゃあナダル対こいつは勝ってるんだよ。ケツが大変なことになってる。前のが負けた瞬間に終わりです。決まるのか、ドン、ファイヤー。ファイルさん、ファイルさん、ファイルさん、本日のバトルは3勝2敗1分けでガッツレギュラーメンバーの勝利。イエーイ、マジでよかった。また来いよ。そうだ、いつもあいつもやったな。さあ今回はですね、無事レギュラーメンバー勝ちましたけども、失笑ですわ。ガッツはですね、今後対戦相手を募集していくということを考えております。今日みたいなのがまた来るということ。レギュラー入れ替え戦ですか。入れ替えかも分かりませんね、これ。いいですよ、もうこれ何回もやんでってこの。悪いとこ出てるぞお前。ダメな声出すな。僕ほんまレギュラーこれだけやから。大事なレギュラーだぞ。大事な、大事、めっちゃ大事。で我々はいつ何時誰の挑戦も受けます。概要欄から挑戦を待ちしております。以上、1周年記念感謝還元タイマンガッツスペシャルでした。高評価お願いします。